皆さん、こんにちは。ペルディスタ・オザワです。今日はカタールワールドカップに向けたヨーロッパ予選のスペイン代表、えー、2節終わって2試合終わりましたので、えー、少し振り返っておきましょうということで、まあ、特に日付変わって今日ですね、えー、行われましたジョージアとのアウェーゲームを中心に振り返りたいと思います。えー、第1節はホームでギリシャと引き分けました11、そして今日は えー、敵地でジョージアと1、2で、えー、なんとか勝ったと、まあ、内容的には引き分けでもおかしくなかったと思いますし後半、アディショナルタイム試合終了間際にダニオルモのゴラストが決まっていなければ、えー、2試合連続の引き分けで、えー、スウェーデンが、ね、2勝してますので、まあ、ちょっとカタールワールドルカップに向けてはかなり厳しくなるぞというような流れでしたがなんとか、えー、勝ってよかったねというようなラロハでありましたが えー、このジョージアとの試合について、まずは振り返りましょう。両チームのスタメンを振り返っていきたいと思います。はい、左が白ジョージア、えー、右赤でスペイン代表で作りました。ちょっとジョージアの選手の。日本語表記が難しそうなので、えー、アルファベット表記で、なおかつ、えー、まあ、ここでは背番号で呼ばせてください。ジョージア四二三一で来ました。ゴールキーパー一番。ディフェンスライン二四二十三五のフォーバック、ダ、えー、ブル。 ピボーテ、ダブルボランチャ二21と7、えー、左18、右9、トップ下12、8のワン、えー、トップと、18番良かったですね、えー、ルビン・カザンに所属する選手ということで、えー、実際に得点、先制点も取りました、前半44分、えー、クアラツ・ヘリアというのかな、いや非常にいいスピードもあって、まあ、ドリブルも自信があってということで、 えー、開始早々にペドロ・ポロマッチアップするペドロ・ポロが、ね、イエローカードをもらったことによってより多分自信を持ってドリブルで仕掛けたいというところもありますがかなりカウンターで、えー、ジョージアの18番に手を焼、えー、いたスペイン代表ではありました一方のスペイン代表ですけれども第1節のギリシャから7名先発を変えてきたというところで ゴールキーパーは変わらず、ウナイ・シモンで来ました。ディフェンスラインはペドロポロが <laughs>、まあ、初先発。これでデビューになるんですかね。ルイス・エンリケ監督の下では、22人目ということですか。かなり、ルイス・エンリケ監督、いろんな選手使ってますからね。まあ、ペドロポロもこの試合でデビューとなりましたし、 センターバックはセリフオ・ラモスが多分コンディションは問題ないということはルイス・セネケン監督試合後言ってましたが、まあ、この試合は使わなかったということでディエゴ・ジョレンテとエリク・ガルシアのセンターバックで来ました左は、えー、ガヤがギリシャ戦出てましたがこの日はアルバで来ました <laughs> まあピボーテもロドリからブスケツに変えて中盤もファビアン・ルイスとペドリを使ってきましたペドリは初先発ですねギリシャ戦はデビューを飾りました えー、4 − 3 3の右はフェラントーレスが右左にブライアン・ヒルを使ってきましたモラタは引き続きの、えー、先発でトップということで、まあ、そういう意味で、えー、ギリシャ戦同様に先発へ出たのはウナイ・シモンそれからエリク・ガルシア、えー、と前線のフェラントーレスとモラタこの4名だけということですので まあえー、大幅に変えてきたルイス・エンリケ監督でした、まあ、序盤のちょっと配置踏まえた展開、簡単におさらいしておきましょうか。はいえー、第1節のギリシャ戦も圧倒的にスペインがボールを保持して、まあ、80%試合終わって、ね、80%のボール支配率でしたが、まあ、この試合も79%ですかね。 まあ、圧倒的にスペインが序盤からボールを支配する展開にはなりましたが、まあ、やっぱりボール保持で相手に引かれた時にはスペイン代表かなり苦しいなとなかなか崩せないなというところが2試合連続で出た試合となったと思います。基本的にジョージアの守備は4 4 2守備の時には10番の選手が少し8番と横並びでファーストライン形成しながら基本的にはスリーラインコンパクト。 というようよなでした、まあ、それに対してスペイン代表は、えー、まあ前線の相手の、えー、ファーストラインの2枚どう剥がすのかなというふうに見てましたがほぼブスケツが降りることはなく、まあ、ここで2人を寄せて、まあ、ジョレンテあるいはエリク・ガルシアが、まあ、こういうところから運んでいくというような展開だったと思うんですが、えー、問題を抱えていたという意味では えーまあ、ルイセキュー監督 4−3−3 で、えーまあ、前線、今日はフェラントーレスブラインヒルのウィンガーを置きましたので、まあ、エストレーモタイプなので、まあ、かなり張っているとでこの時に、まあ、例えば右で言うとペドロポロとフェラントーレスがほぼ外外で立って同じレーンに立ってたなというところで でまあ、ブライアン・ヒルも、えー、基本的には外で張るタイプでウインガーですからそうした時にアルバがじゃあ中取るとかいうこともほぼなかったので、まあ、ここはやっぱり、まあ、もう少しチームとして整理しながらボール運んで、まあ、基本的にはサイドからこうやって侵入していく形にあれだけスリーラインコンパクトで引かれてるとこういう外循環になると思うので、まあ、そこのところでもう少し。 しっかりと配置取りながらね選手、もう少しまあ外と内でうまくサイド崩すみたいなところはえやってもよかったんじゃないかなと思って見てましたがまあこれが代表の難しさでしょうねまあほぼぶっつけ本番で,でまあね今、代表ウィークこの今回のヨーロッパ予選もまあ1週間でほぼ3試合もこなさなければいけないのでまあコアなメンバーで えー、基本的にそういった選手たちの連携を高めることはほぼできないと、まあ、試合ごとに選手が変わって今日のスペイン代表のように、えーまあ、前回の試合から7名変えて、まあ、ほぼぶつけ本番でやるっていうところでいうとなかなかうまくできないのもわからないではないですがもうちょっとやり方あったんじゃないかなと思います、まあ、そういう意味では、まあ、張ってはいるんだけどこの内側の例えば、えー、こういう ととところをうまくスペイン代表としては取れなかったと、まあ、右はファビアン・ルイスが結構こうやってライン間のスペース取って、まあ、受けるみたいなところはありましたが、まあ、左でいうともう少しペドリが、まあ、取るべきなのかそれともペドリなんで、まあ、うまく、えー、その相手の前に、ねえー、受けさせて、まあ、そこからの展開を考えるのかというところですけれども、まあ、その辺ちょっとやっぱりボールも いながらスペインは攻めあぐねたというところは、まあ、これだけ相手に引かれたら難しいとは思いますが、まあ、攻撃の特にサイドのところ内と外の使い方がうまくなかったかなと、まあ、特に前半ですね、まあ、後半はまた変わりますけれども、まあ、前半はかなり停滞したなというところはありますし、まあ、あと試合改めてこう、まあ、え2回見たんですけど、まあ、2回目見てやっぱ気づいたのは。 例えば、えーまあ、こういうところからジョレンテが持ち運んだときに、基本的にまあ内側にファビアン・ルイスが立ってて、フェラントレスが幅取ってっていうところで、まあ、パスコースはもちろん2つ、あるいはまあペドロポンを含めると3つあるんですが、やっぱりここのモラタがもう少しプレーに関与してほしいなというところはありました。まあ、例えばこうやって締めに来たら、ここのコース空いてくると思うので、まあ、もう少しモラタが。 えーまあ、前線で張って、まあ、ディフェンスラインをこうやって押し下げるという役目はあるにせよ、まあ、もう少し、うんまあ、うまくプレーにどんな時でも関与できるといいなと、まあ、そういう意味ではジェラル・モレーノの方が、まあ、そういうプレーが、うん、よりできるのかなと思いましたので、まあ、ちょっとその辺の。 え、チョイスも気になりました。まあ、今日みたいな展開で、あれだけ引かれて、まあ、なおかつ、え、ギリシャ戦もこのジョージア戦もジェラル・モレーノは怪我で結局使えませんでしたから、まあ、そうした時には、まあ純粋なストライカーでもらうとは置いとくのもいいんですが、個人的にはオヤル・サバルのファルソン・ノエベで良かったんじゃないかなというふうには見えました。 まあただ、えーまあ、前半で言うとボール回しの循環のところのスピードも遅い。で、やっぱりまあ相手引かれるのはある程度分かってたと思うんですけども、やっぱりこう持ち運んで配球の良さでみたいなところでジョレンってね、えー、センターバックとしてそういうセンターバックでもないと思うので、 まあエリック・ガルシアのところもそうですが、まあちょっとセンターバックが持ち運べないんだったら、もう少し、まあブスケツを落として、えー、うまくブスケツのところからね、こう運んでいくみたいなところがあってもよかったのかなと思いますが、 まあちょっと前半のところはあまり展開に対しての人の配置とそれから各ポジションの選手のこう役割が定まってなかったかなと、まあ、特にサイドですよね、まあ、左で言うとアルバがやっぱり上がれるスペースブライアン・ヒルが例えば内側取るみたいなことはうまくできませんでしたから、まあ、それによってね 前半限りでブライアン・ヒル諦めましたが、まあ、アルバとヒルで、こう、ここでね、同じレーン使っちゃうフェラントーレスとペドロポロで同じレーン立ってると。前半に関して言うと、えー、36分、37分にようやく、えー、フェラントーレスがちょっと内側取るようになって、ペドロポロが2回ほど相手のディフェンスラインの背後にこう、ランニングするシーンがあって、えー、まあ、そういうシーンが出たんですが、 まあ、それだけかなというところありましたので、まあ、もうちょっとやり終わったかなというふうには思います。で、これを踏まえた後半の、えー、最終的にどういう配置になったのかというところも含めて、えー、後半の展開を説明したいと思います。はい、後半ですけれども、えー、まずは後半スタートから類リケン監督に前返してきました、左ブライアンヒルに変えてダニオルムを入れて、 えー、それから、えー、ディフェンスラインで言うとディエゴ・ジョレンテカードもらってましたのでイニゴ・マルティネスを入れたというところで、まあ、センターバックで言うとエディック・ゴロシェが右左がイニゴ・マルティネスで,で左にダリオンモでやっぱり彼、ボール保持の時にはこうやって内側に入ってきましたのでそれによってサイドバックが絞るアルバが上がるスペースが空いてくるというようなことでうまくローリングしてましたので。 まあダニオルモが入れた方がアルバをよりこうウィングとして使えるというところは出てました、現象として。結果的にそれによってね得点も生まれましたので、アルバのえーまあ2アシストになるんですかね、それでフェラントーレスが1点目、2点目はダニオルモですからね、そういう意味ではアルバがやっぱり。 上がって、えー、まあ、プレイできる方が、フィングのように振る舞える方が、今のスペイン代表としては、この配置で言うと、まあ、より効果的かなというところありますし、まあ、最終的には、えー、チアゴがアンカーに入って、オエル・サブバールがインテリオル、マルコス・ジョレンテもまた、右のラテラルでプレイしましたので、まあ、最終的に交代して配置はこういう感じでしたと。で、まあ、やっぱ得点シーン見ても、 えっとあのシーンは56分のスペイン代表のフェラントーレスの同点なんですけれども、まあ、ペドリがこの辺でボールを持ってドリブルで運んだ時に、まに、あ、8と9引きつけて、まあ、そこに対してうまくローリングでダニオルモが入ってくる当然、えー、ライン下に入られてますから、まあ、相手としてはちょっと意識しますよね、ここねその時にアルバがうまくいいタイミングで入ってくるので、えー、この2番の サイドバックがダニオルモに突ききれないんですよね。そうすることで、それによって実際にダニオルモにこうボールが入ります。でまあここでちょっとダニオルモコントロールミスしてぐしゃぐしゃっと1回え失いますが、素早くえー奪い返して、ペドリがここをうまく当てて、またオルモからえアルバに入れて、アルバから えー、ここにうまくライン間にクロスを入れてもらったが、まあ、ちょっとオフサイドがギリギリでしたが触ってはないと思いますが最終的に流れたところにフェラントレスが入ってきてゴールというようなシーンでしたので、まあ、やっぱり、えー、ブライアン・ヒルであれば多分ここに張ってたと思うので、まあ、なかなかそういう配置うまく取れなかったのとやっぱりアルバ、ね、えーまある場合バルセロナでのプレーでも内側に取るプレーよりもやっぱ外で。 えーね、そのままスプリントで縦突破の方が、まあ、そのままストレートにいく方がやっぱり相手にとっては怖いですから、まあ、そういう意味ではオルモが入って内側取るで、まあ、相手が食いついてきたらアルバを使う食いつけないのでどうしてもオルモのライン管が浮いてくるというようなところは うまく戦術として、えー、機能していたなというところと、まあ、あと右に関しても、まあ、ジョレンテが入ったのが65分でしたのでそれほど減少、えー、としては出てませんでしたがハッター・フェラントーレスに対するジョレンテの内側のこういう取り方なんかはやっぱりもともとこの辺の選手ですから、まあ、その辺はうまかったなとペドロポレよりもうまく振る舞えていたなというふうには見えましたのでだったら初めからこの配置でもよかったのかなというところはありましたが。 はい、といととうことでスペイン代表に試合を通して、まあ、ボール保持圧倒的にボールを保持できる、まあ、相手がね、かなり、えー、自陣に引き込んでスリ、えー、まあ、3ラインコンパクトで、まあ、こもって守ってくるので、まあ、ボールを保持することは 簡単にできるとただ、そこから前進してアタッキングサードに入っていくところで手詰まりになる、えー、渋滞になってしまってうまく選手も配置取れてないというところでいうと、まあ、そこが代表の多分チーム作りの難しさだとは思いますので、まあ、ある程度引き込んでカウンターの方がが、ね、うまくいくというところはもちろんあると思いますが。 いやーなかなか難しい2試合になったんじゃないかなと思いますし、まあ、攻撃面での課題が、まあ、かなり出たなというところはありますね例えば3バックの使い方3バック使ってみるっていうのも1つ手だと思いますし、まあ、そうした時には、ね、ラリーガで一番今、ね、こう配球面では3バックの配球面ではいいなという思える。 えと、ー、アトリシコでマドリーのマリオ・エルモーソ選ぶとか、まあ、あとはチェルシーでね、アスピリ・クエタなんかは右からの配球素晴らしいので、えスリーバックで言ったら当然選んでもいい選手だとは思いますので、なんかそういう、必ずフォーバックじゃなくてもいいんじゃないかなっていうところは、この2試合を見ても感じましたので、えスリーバックでウィングバックの方が、今、所属クラブでやってるジョルディ・アルバ、それから右のペドロ・ポロも、普段はスリーバックのウィングバックやってますので、 き今日の4バックの、ね、サイドバックよりもより攻撃的に、まあ、相手はもう完全に引いてますから、えー、まあそういう 4, 3バックの方がうまくいきそうだなというふうにも見えた試合ではありました。それでではままた次の動画でお会いしましょう